時刻は午後1時を回りました美味しいお昼ご飯お召し上がりになりましたか今週も始まりましたマリリンギノワン通信の時間です私はパーソナリティの高田翔子ですこの番組はギノワン市大山にあるギノワンマリン支援センター通称マリリンギノワンのホットな情報を皆様にお届けする番組ですギノワンのダイビング情報マリンスポーツ情報マリン用品のセール情報 施設内レストラン、ピッピのご飯のお得な情報もご案内していきますので、楽しみにお聞きください。さあ、11月最後の月曜日になりました。ゲストはこの方です。はい、マリリンギノワンの田中洋子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずは例のやつをお願いします。は,い、はい。はい。<laughs> えっと、メッセージの方を募集しております。 メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o a c o m 7 9 7 f m g u i n o a c o m です。 FM 能ワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM 能ワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。はい、えー。それから、えー、サイマルラジオも始まりましたね。はいえー、パソコンで聞いている方は、<laughs> FM 能ワンのホームページにも再生ボタンがありますので、えー、サイマルラジオも始まりましたね。 ラジオで聴いてみてください。それからスマホで聴かれる場合は、無料アプリのリッスンラジオをまずダウンロードしてください。で、全国のラジオ局から九州、沖縄をクリックしてもらって、そこから FM、ギナワンを選曲してください。えー、いつも聴いてるけど、今日はお出かけたよという方は、えー、外からね、えー、スマホお持ちでしたらラジオ聴いていただくこともできますので、どうぞお楽しみください。さてさて、はい、えーっとですね、 先週ぐらいからちょっと海を離れてそうですね先週はちょっとパソコンの講師の北明先生に来ていただいて今日はもう1年経ちましたね。1年経ちました実は今からねご紹介するものを去年もご紹介しました大盛況でした「ハッピーマリリンサンデー」がいよいよ始まりますね。はいじゃと予告を はいあの、ハッピーマリリンサンデーといって、うん、あのいろんなあの沖縄県の,あのショップさん雑貨だったりとかお、うん、味しい飲食、うん、あと占いだったりマッサージだったりとか、うん、いろんなショップさんをですね、宜野湾マリン支援センター貸し切りでお呼びしてですね、うん、1>, 1日のちょっとお祭りというか、うん、イベントをやろうと思っていましてそれが年明け1月8日日曜日に、うんまあ、行うことになりました。 明けの日曜日ですね。全く同じ日曜日で名前にもあるようにハッピーマリリンサンデーということなので日曜日ね日日曜に年明けの一発目の日曜日にていうことで去年初めて第1弾やらせていただいてハッピーマリリリアクションー略してそれで今年も去年大好評いただいてたくさんご来場いただいたので今回第2回ということで。去年すごか たですよね。びっくりしましたね。<laughs> <laughs> あの主催,主催者側も、うん、こんなに人来ると思ってなかったので、ちょっと対応にね。うん 私も夕方ちょっとお仕事だったので夕方ぐらいにちょっと顔出したんですけどそれでもまだまあいいんでしたね。ねそうなんですよだからちょっと読めないのでねイベントなのでたくさんね来てくださいと声かけしていて予約とか取るわけではないのでまた今年も来ていただいて毎年毎年ね1回って感じで定番化していけば皆さんあもうそろそろハッピーマリの時期だねっていうふうに思ってもらえるようなイベント なんか出店者さんもこれに向けて何かいろんなものを用意してくださるとかそのぐらいのイベントになるといいですね。そうなんですよねだから全く同じいろいろ月を動かすんじゃなくて1月の第1週目の日曜日っていうことで。すねわかりましたじゃあそれを今日はお話をしていただくんですが1月8日ということで年をまたいでますがその前にさ。 イベントあるでしょ。日本には。日本かな。これは。日本じゃないね。世界。<laughs> え、むしろ日本は便乗してるだけ。そうそう。ね、そうだね。うん、はい。もう十一月も末になったので、はい、そろそろいいんじゃないかなと思って、うんえー、この曲を言ってみたいと思います。じゃあ曲紹介。はい。ちょっと先取りになります。うん、クリスマスで、ユー・ディー・アンド・マリーです。はい。 クリスマスマでじゃなくてジュディアンド・マリー。 時刻は午後1時を回りました。美味しいお昼ご飯お召し上がりになりましたか今週も始まりましたマリリンギノワン通信の時間です。私はパーソナリティの高田翔子です。この番組はギノワン市大山にあるギノワンマリン支援センター通称マリリンギノワンのホットな情報を皆様にお届けする番組です。ギノワンのダイビング情報、マリンスポーツ情報、マリン用品のセール情報、 施設内レストランピッピのご飯のお得な情報もご案内していきますので楽しみにお聞きくださいさあ11月最後の月曜日になりましたゲストはこの方ですはいマリリンギノワンの田中陽子ですよろしくお願いしますではまずは例のやつをお願いしますはいはい,はい <laughs> えっとメッセージの方募集しております メールアドレスは、7 9 7 f m g u i n o a c o m 7 9 7 f m g u i n o a c o m です。 FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。はい、えー、それから、えーはい、サイマルラジオも始まりましたね。えー、パソコンで聞いている方は FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがありますので、えー、サイマル… ラジオでいいてみてみくださいそれからスマホで聴かれる場合は無料アプリの「リッスンラジオ」をまずダウンロードしてください。で全国のラジオ局から九州沖縄をクリックしてもらってそこから FM ギナワを選曲してください。えー、いつも聴いてるけど今日はお出かけたよという方は、えー、外からね、えー、スマホお持ちでしたらラジオ聴いていただくこともできますのでどうぞお楽しみください。さてさてて、はい、えーっとですね えー、先週ぐらいからちょっと海を離れてそうですね先週はちょっとパソコンの講師の北秋先生に来ていただいて、はいうん、で今日は、えー、もう1年経ちましたね。1年経ちました実は今、はい、からね,ねご紹介するものを去年もご紹介しました大盛況でした「はい、ハッピーマリリンサンデーが」が、はい、いよいよ始まりますね。ちらっと予告を はいあの、ハッピーマリリンサンデーといって、うん、あのいろんなあの沖縄県の,あのショップさん雑貨だったりとかおい、うん、しい飲食、うん、あと占いだったりマッサージだったりとか、うん、いろんなショップさんをですね、うん さてさて、今日は洋子さんをお迎えして、ハッピーマリリンサンデー、ハッピーマリについてね、今日は告知をしていただくんですが、あの、一月と1週間、2週間ぐらいか。そうですね、まだね、の段階ですね、今ね。えっと、今日は主にはどのようなお知らせですかえっとですね、いろんなショップさん入っていただく予定にしてるんですけども、今、出店者の募集を。 まだしているので、お客さん募集の前に、はいうん、出してもらう人ですね。そうですね。ねはい、まだまだちょっと空きがありますので、あのぜひあのいろんな手作りで何かされてるとか、うん、飲食とかされてる方で出店したいなっていう方はぜひ出店していただきたいので、うんうん、それの募集も、はい、まだ行っております。<Okay. S 1> でここにチラシができてますので、うんはい、このチラシに載ってる人たちは、うん、もう。 決まってるということですね例えばどんなどんなところがえっと飲食系だとあのまああのフードかもう三四軒いろんなカフェだったりとかあとはいろんなシェえシェイクとか飲み物系っていうのはあるんですようるまジェラートとかも美味しそうだねうるまジェラートさんいつもね来ていたってるあのうるま市にあるねジェラート屋さんですけどいろんな味があって もう、うん、沖縄ね、1月でもアイス食べれるから、幸せよね1月でもお外でアイスいけるもんね。うん だから甘い系だからお菓子系のアイスクリームもあればポップコーンいろんな味のポップコーンだったりとかあとワッフルさんのお店だったりとかそういうのはもうお団子屋さんとかピッピの頃でもあるねピッピの頃でもあるので結構今いい感じであの、1つに固まってなくてデザートでも和も洋もあってっていう感じもあの、デザートもいけますしがっつりですねあの、台風キッチンさんっていうところなんかはあの、ちょっと。 レスニックな感じのところだよ、ね、ですね。うん,うん。ル、ーローファンルーローファン?。なんか、あの、美味しいご飯。豚が上に乗ってるような、うん。夏のイベントの時もいらっしゃってたよね。そうですね。そうです,うですね。来ていただいて。とかね、カレー屋さんとか。うんうん、まあ、そういった、なんか、がっつりご飯も食べれますし。<わ>ちゃんと、その人に。 デザートも食べれますのでい飲食系さん今ちょっとずつ埋まってきてまだちょっと多少は空きがありますのでぜひ何か出店したいという方がいらっしゃったらそうなんですねあと手作り系ではどんな方手作り系はやっぱり今のところアクセサリーだったりとか自分でカバン作られてたりとか布小物が多いですねあとはなんか変わったところだとなんか筆で文字書かれててそれの。 ななんんかか作られてるああのお名前を聞いて書いてあげるよとか詩を書いてあげるとかいうようなやつそうなのかななんかこうちょっとなんかやっぱ得意なななんかんていうかなおめでとうとかでもただなんかちょっと筆でおめでとうとかっこいいじゃないですかそういうのは多分商品にプリントアウトされてるところだったりとかあとこの革製品屋さんかなこの革のねい弓月さんのね革製品もかわいいですかね。 そういうじゃあ小物系もありそうですね、うん、はい あととはマッサージかのちょっと気軽にねやっていただけるっていうのとお値段が安いですよね短い時間ちょっとお値段安くでしてくださるのでお父さんお母さんね疲れてるからねどっちか子供見といてちょっと15分ちょっとやってくるわってねいつもすごいお名前いっぱい書いて何分待ち何分待ちっていう感じでやってますよねすごいねはい。方 というのはあのブースをお借りする感じですよね。そうですね。一ブースいくらって形になってるので、あのサイズも一応ですねあの決まっていてだいたいの会議用テーブルまあが百八十センチまあ二メートル弱なんですけど普通の会議用のテーブルね。そうですね。幅はまあ百八十センチで奥行きが百二十なのでまあテーブルが六十大体たい六十センチぐらいなのでそのあと一人分座れるぐらいのスペースを一つの枠として。 あの一応ブース割りしてあるんですよ。なのでぜひあの出したいという方は、うん、あの問い合わせいただいたら今どのブースが空いてるよっていう形で場所も早いもの勝ち早いもの勝ちなんですよ。なるほどうん、うん、入り口に近いとこがいいとか奥がいいとか、うん、そういうのが早いもの勝ちです、ね、やっぱりねお人通りが多いところは先に埋まっちゃうんではいぜひぜひそれも早めに。 でワンブースはおいくらですか。えっとですね、ちょっと今年去年はね一通り一定の金額してたんですけども、えっとまあ今年からですね、物販関係とかこういうあの小物とか雑貨さんとかに関しては一ブース二千円。二千円。はい。 でえっ、ー、とマッサージに関しては三千円。あちょっと広いもんねマッサージはね,そうですね。場所っていうのと、だ、うん、あと飲食の方,方が、うん、飲食はオール三千円。オール三千円。うん、でもし仮に、うん、あの電気を使うっていうこと。うんうんうん れば電気代として500円だくので電気を使う飲食の方は3500円あなんか温めたりとか火を使ったりとかそうそういうことですねただなんかもうパンを並べますとかお菓子とかだと3000円あそっかそっか温めますとか焼きますとかいう場合は電気代を使うっていうことですね OK ということで今その出店者募集中ということなんですが どんなところに来てもらいいたですかどんな去年も本当に私スタッフでいたんですけど超楽しんでてぎっしりいらっしゃってましたよねもう仕事せずにずっとねうろうろして食べてはいろんなアクセサリー買ったりしてたので楽しかったです楽しかったねななんかかねこの時だった ピアスみたいなアクセサリーを耳つぼにねダイエットで貼ってくれる人だったりとかもいらっしゃってましたよね。いいらっしゃますねとか私、が私アクセサリーも買いましたしねあの翔子さんも楽しんで結構結構ちょっと顔出してくれたわりに今回これがあるかどうかわからないですけどなぜだかね1階でねこれマリリンが出してたんじゃないあのうちも 一応、一ブースだけね、マリン新センターとしてブースを出させてもらうんですけど、ちょっとこれね、あのやっぱりうちのね、いつも来てもらってる佐藤さん、佐藤太一さんですけどいつも時々このパーソナリティやってもらってるから、太一さんの太いっていう字が太いっていう字なんですね、見たまんまなんですけどね、太っちゃんの屋台っていうことで。 あの太っちゃんのやつは、ね、<laughs> まんま,ま,んま出すんですけどちょっと強要されて私買いましたよ美味しかったですけど、うん、去年はねあの灰,灰,灰干しさんマ,マだったかな。なんかなんかと2種類ぐらいあってそうそう絶対美味しい絶対美味しいって言うから、うん、いや美味しかったですよ美味しかったですよねすごい美味しかったです強要されて買いました これは出るんですかね今年はサンマじゃないんですよ。あでもなんか出るのなんか出るんですけど、ちょっと今ね、まだちょっと言えないんですよ。あなるほどちょっと今調整中で、なるほど。面白いもん、今ちょっと太っちゃんが。面白い。太っちゃんが太っちゃんがこう出店者とは被らない、やっぱほら。<laughs> どう考えても被らないでしょ、サンマとか。うちがパンとかおしゃれなもの出してもね、うんあれじゃないですか。太っちゃんだしね。太っちゃんの屋台なので。なので、ちょっとね。うん 考えてるはず。オッケー。なかったらごめんねって感じ。ああ、なるほどね。フトちゃんを責めてください。フトちゃんをね。はい。でそれからあとまあこれもまだ本気まりにはならないでしょうけど、例えば去年あったので言えば、えっとここの玉木ちゃんとかがね、そうですね。エーサーね、あのエーサー団体を連れて来てくれたりとかして。 しししてくれましたしそうでですね流大でね、うん、あの可愛か,かったですね、たまちゃんが手踊りをしてくれてねえかわいい本当にかわいいあれで、うん、そう踊ってくれた、ね、今もねちょっと人集めてくださいって言ってたまちゃんにぜひ今年もにぎやかしてっていうのでちょっと今やってるんですけどはいそれと、あれもありますよね。うん これは言っちゃいけないのもう書いてあるからいいよねオリジナル海鮮丼これね徐々にちょっと小出ししていこうかと思ってるけどじゃあまあ一番あるよってことでねいやいやこれでもこれ目当てに来る方結構多いんでねそうねそうなんですよはい。そしてですねなんとなんと来ましたメール来ましたありがとうございますすごいメールね初メールじゃない初かなこんなに毎日毎日メールアドレスを言ってるにもかかわらず読んでみましょうねしょうこさんようこさんこんにちは初めて お便りしますオレンジジュース1号です、はい、ドライブしながら聞いてます<あ>やったー,あ,ーありがとうございますマリリンギノワン通信さんは海やダイビング情報の番組なんですね実は私は日焼けが苦手でなかなか海に行けないんです日が沈んでから海のビーチパーティーを楽しむぐらいですがこんな私でも海を楽しめる方法があったら教えてくださいそれでは最後まで聞いてますということでオレンジジュース1号さん、はい、あ,りありがとうございました すごいじゃん。メッセージいただいた。すごいじゃん。日焼けが苦手ということですね。沖縄の方なのかな。ね、沖縄の人の方が日焼けしたくない人いますよね。いますね。で海もね入らないですね。入らない人いますね。ビーパーティーオンリーですよね。あの私の友人でもいますので、そういう人はねどうしてるかというとね、あの日焼け止めをね塗るのみならず、なんか飲んでます。飲む？日焼け止めをうんとあれなんていうの。 B なんとかっていう50とかあるでしょうんですよ。それさえもわからないぐらいどっちでもいいっていうね。<laughs> それの50とかが今塗るのでは最高じゃない？そうですね。それのね90っていうやつをね飲んでます。えー、飲んだ上でさらにこの日焼け止めを塗って日傘さして歩いてますね。えー、<laughs> 内側から飲むと焼けないっていう？<laughs> あ,うん、あのねあの姿勢名前も言っちゃったね。そう。 会社さんからえっとねあの飲めからの日焼けも防止するっていう飲むドリンク剤とかも出てますしねなんなん大丈夫よいっぱいいろいろあるからね飲んでそうですねせっかく沖縄に住んでるんだったらオレンジジュース一号さんせっかく住んでるんだから海行きましょうよ行きましょういろいろ楽しめるあのね泳げなくても楽しめるマリンスポーツとかそうそういっぱいありますよ。 そそうですよ<え>その夜、日が沈んでからとか言ってないでね。サンセットのカヤックとかもいいんじゃないですか、うん、いいね。ちょっと夕日見ながらカヤックだから日焼けが苦手って言ってるので、うんうん、それをやめればいいんだよ。うん、日焼けを苦手っていうのをやめればいい。日焼けすればいい。しちゃえばいい真っ赤かなるかもよ。<laughs> も<う>大丈夫。日焼けしても大丈夫だから。 本当。うん、まあその方が楽しいでしょう。しね、沖縄。まあ沖縄はせっかくね、うん、そうこんなに綺麗な海があるから、ぜひぜひ。 多分ね日焼けしてね肌がちょっと黒くなってもね気持ちはね晴れ晴れすると思うよ。私だけかな。そうかな。そうじゃない。日焼けして黒くなったらが食ってくるのかな。うんまあ女性はね。うんあとあとね。わかったわかった。じゃあオレンジジュース一号さんは海に行かないで1月8日にハッピーマリニサンデーに来ればいいんじゃない？ねちょっとね次のワンのねあの。 自然を感じてもらって、はい、あ、プールもあるんで、うち。あ、そうだ、そうだ。そうだ、あのプールで夏とかだと焼けないんで。うん、んで夜。プール焼けるよね。あ、夜,、ね、夜の夏のプールとかで、ね、ーバーベキューしながらプールで遊ぶとか。なるほどね。うん。ははいいじゃない。いいね ということであのメールをねいただきましたのでぜひ、洋子さんが声をからしていつも毎週ね言っていただいてるので皆さんもぜひこうやってメールとかツイッターで参加してくれると嬉しいなとっても本当に嬉しいです。ということでオレンジジュース1号さんありがとうございました。ということで今日ハッピーマリリンの出店者。 今、1ヶ月なので。ということでお話しいたしましたが出店したいなと思う人はどうしたらいいですかそうしましたら宜野湾マリン支援センターにお電話いただくかお電話いただいてその後であル基本はメールとかで申し込み書とかそうういのやり取りさせてもらうのでではまずお問い合わせの方伝えますのでぜひ興味ある方はお電話をくださいはい。 9422200-0989422200までお電話いただければ。 はいいありがとうございます,いますそれでですねあの、うん、いつもはそう言えばあんまり言わないんですが、うん、あのお買い物のついでにちょっとじゃあマリン支援センターまで行って話聞いてみようっていう方もいらっしゃるかもしれないのでお買い物の近くじゃない、うんうん、そうですねなので場所もちょっと軽く説明してもらっていいですか。うん、えっとですね、うん、場所が、あのーまあ、コンベンションの通りありますよね。うんうん、コンベンンベション通り えと那覇向きから行くとコンベンションとラグナガーデンホテルを過ぎて、うん、1>, 1本目の道を左に行くとですね、うん、漁港とかの JA、うん、ユイマルシェユイマルシェさんねのスーパーがあるんですその斜め前にこちらの施設がありますので、はい、そら,向こうから行くと空学園のところ入るそうですね空学園とかドンキ・うん、ドンキホーテのところとか,から北谷向けだったら入ってもらって海沿いにあの施設がありますので、はいうん、1回、はい、事務所誰でもスタッフあの言ってもらえれば。うん ご案内でできますん私大声で言ってる割には全然宣伝しないんですがダイビングショップだったりとかピッピだったりとかご飯屋さんとかね結構ねいろいろ楽しいのがありますので遊びに来ていただきたいですしほに本当に知っていただきたいんですけどなかなかねちょっと困ってるのでこんなとこにこんな施設あったんだって実はあるのよ言われたりするんで私は時々しかいませんけどこのようこさんは大体いますので大体主でいますのでようこちゃんの顔見に来てくださいはい こんな感じですねはい、はい、じゃあまたもうちょっと詳しく決まればまたマリリンハッピーマリリンのお話にも来てくださいね, 1>, ねちょっと1月まではちょっとがっつりいろいろとお話しさせてください、うんね、はい、はい、ということで今日はこの辺でお時間となりました、はい、また来週このお時間にお耳にかかりましょうさよなら